ミュージックイズミュージック、この番組ではレギュラーなゲストをお迎えすることにしています。そのゲストとは音楽プロデューサー牧村健一さん。このコーナーでは、牧村さんの50年に及ぶ音楽生活、音楽人生について伺ってまいります。牧村さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、っとですね、あの。僕が出てくると。何十年前の話ばっかり。 なるようなイメージがウッドストックはどうですね。そうそろそう。来ってきてると思うんですが、ひょっとしたらウッドストック現場にいたんじゃないですかみたいな。いやいやいや。まあそれを肯定したいんですけど、残念ながらあの映画館の中でしか。であの今日はですね。はい。2015年の話になります。かなり最近です。そうですね。あの僕たちが今。 一生懸命やってる番組の名前がミュージックイズミュージックですが、はいえー、僕はミュージックイズミュージックの中でも、えー、深く関わっているミュージックイズミュージックっていうのがあるんですね。訳してミムとか呼んでんですけども、<laughs> これはあのー、当初はね、あの、えー、どこでやるか、うん、誰が出るか、一切わからない日付とだいたい この辺ぐらいしかない情報でコンサートをやったんですが、うん、まあ、小さいコンサートのシリーズですね<え>、はい、それを最近ちょっと、えー、改めまして、はい、場所は、えー、言ってしまう自然にでも相変わらずどなたが出るかはその日までわからない、うん、まあ、福袋とか闇,闇,闇鍋とか言われてええー、<laughs> 高野博さんが名付けてくれたんですが高野さんもねあのー、出てくださったんですけども、はい、えー、この えー、ミュージック・イズ・ミュージックにお呼びしたシンガーで、うんえー、寺尾・佐穂さんという方がおいでになります、はいえー、で佐穂さんはですね僕にとっては、えー、何十人も縁がありまして、うんえー、彼女のお父さんが寺尾・二郎さんと言って、はいえー、シュガーベイブの二代目のベーシストなんですね、うんえー、で音楽をお辞めになった後は、えー、映画の方に行かれて、うん 大体今あの字幕で特にフランス語フランス映画は、うんえー、ほとんど寺尾二郎さんが字幕を担当なさってる<ー>でそういうことで娘さんのこともちょっと気になった時にある日武蔵小山のペットサウンズというレコード店で買い物をしてたら、はいえー、寺尾三夫さんの新譜がこう飾ってあったんですね。 でお店の方ともあの昔から知り合いだったんで「はい、牧村さん今日この下で寺尾紗夫さんのコンサートがあるんですよ」<ー>で今日お買い求めになると、はい、サインが <laughs> それで僕はあの買い求めて<ー>、えー、下に行って「うんえー、こんにちはと」えー、とカッカクシカジカで「シュガーウェーブにもちょっと関わったことがある、うん、牧村と申します」って言って、うん、サインをもらって。 それがね2007年ぐらいでしたかねですからそれから8年経って「ミュージック・イズ・ミュージック」にお迎えしたという素敵な出会い方ですね,ねで彼女はね先ほどにも出てたようにこの番組はジョニー・ミッチェルが多いという話ですがたまたま好きいやいやいや。 彼女もねジョニー・ミッチェルが大好きで「のブルーというアルバムの中に入っている「ねアケイ v e y o という曲を日本語訳してステージで歌ってるんですね。でこれがなんて言うんですかねジョニー・ミッチェルも最高なんですけども「寺尾サホ版」も素晴らしい。 僕はすっかり彼女のファンになりまして、はいえー、このところそうですね1年の間に何度も何度も、えー、と聞いているのが去年出た「楕円の夢」という、うんうん、今から見ると一番新しいアルバム、はいうん、それの、えー、表題曲「楕円の夢」を今日聞きたいと思います。はい えー、この歌の歌詞が僕にとってはすごく重要なことを歌ってて自分の,あの心身が不安な時の、うんえー、見ていた情景にそっくりだったんですねそれでそのことを佐帆さんに話したら「はい、えとよくわかります」うん、で今日はそれを、えー、と歌いましょう。 ということで歌っってくださったんですね、えー、それも含めてですがあのずっと不安でもうこのアルバムはね、あのー、マ僕にとってはもう外せない一枚なんですが、はい、やはり「ミュージック・イズ・ミュージック」があったからこそうん、うん、こういう出会いもできたんだろうと思うし<ー>、えー、もともと音楽っていうのは、えー ウッドストックみたいに50万人あるいはうん十万人という人たちに伝えることもできるけれども100人50人という小さなスペースの中でフェイス・トゥー・フェイスで伝えていくものもあるそういう意味で僕は今「ミュージック・イズ・ミュージック」というのは僕の仕事にとっては極めて大事な仕事であってそれはね増山さんともご一緒してるし。はい え向こうにいる三島さんともご一緒してるし <laughs>、うん、えみちゃんも来てくれてるし、ね、えあのこれからも続けたいと思ってます、はいまあ、木村さんというと、まあ、我々としてはトラットリアだったりノンスタンダードだったり、うん、まあいわゆるレコードレーベルをやられてた<え>えプロデューサーというイメージなんですけども今のこの Music is Music「MusicIsMusic」も広い意味では。 牧村さんにとっあのレコード会社が中心だった時代にはレコード会社の参加にレーベルというふうに考えていいと思うんですが今の時代の音楽をやっていくレーベルっていうのはもっともっと広い意味になった方がいい、はいうん、そういう意味では「原点戻り」のコンサートから始めましょうというのは立派なレーベル活動だと思います。うんうん、なるほどやっぱり、ね、向こうでもその えとビル・グラムとか、はい、ううこの人がやるコンサートだったら面白そうだという,う,いうようなブランディングがありますよね,すね、えー、皆さんもねこのラジオを通じてあそういうレーベル活動ってあるんだなったらうどうぞ自分のね地元で自分のお家を開放してもいいし知り合いのライブハウスと。 お話してくださってもいいから、何か広げてくれるといいなと思ってます。そうですね。やっぱりこうね CD 買ってカチャッとボタン押すだけじゃなくて、人と人とか関わらないとライブでできない。そうですね。時間にいるからこそですね。一番の喜びは出演者が喜んでくれること。出演者なんか楽しんでますもんね。とても楽しそうです。お客さんも私たちのこと知らないんでしょ。ドキドキとかって言ってますもん。そうです。そしてお客さんもうちの 今日は誰が出てくるのかなっていうドキドキが両方がドキドキしてコンサートやるからものすごく楽しくなるんですよね。う